よ、マイクテスト、マイクテスト。ちょっと配信いけてるかどうかのテストをします。トトキチが入室しました。ああ、いらっしゃい。今日ね、イース6がね、リリースされたんすよ。で、それをね、配信中のエあ、リエいゲルけがてる入いけ室てしまる。した。それをね、なんか別の人がね、かぶり配信してはるんですけども、まあそれをやっていこうかなと思います。イース6。あれ？進まん？あ、来た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 。で、これを7で行こうっていう話なんで、7で行こう。我が名はアルマ、カナンの地を守りし者。今、トトキチ、これ無悪し用。き者がこの地に眠る箱の力を呼び覚まそうとしている。課金は必要かもしれないけど、とりあえず無料。選ばれし者よ、我が最後の希望を託す。本当だ、これトトキチ、なるほど。言わないんだな、途中。さあ、誓いの言葉に己の意志で応えるがいい。アルマの名においてあなたは何になる？私、魔導士がいいと思うんだよね。魔導士か弓か迷うんだよね。魔導士行くか。その言葉聞き届けた。仲間が襲われる時、あなたはどうする？タップか。開け。賢い選択をしたようだ。では、一つ才能トをトキチ与えられるとす BIW れ逃ば、げる何を望む？じゃあ冷静さか。承知した。次が最後の誓いとなる。はい。あなたは正義のために戦い、友情のために戦い、そして、そして、愛するものを守るために戦う。その誓い、魂へと刻まれた。はい。このような姿で生まれるが構わぬか？もうとりあえず魔導士、知的で自分に厳しいものだけが魔導士になれる。極寒の力を持つエレガントな氷の魔導士、純白の雪の世界の支配者である。で、これね、ぶっちゃけ推薦であって、この後選べるんですよね。ほれほら。仲間を傷つける奴は絶対に許さない。で、転職このが命が果てるまで悪を裁き民を守る。パラディンこれポイぞン我トが騎士道。俺に挑戦する愚か者がいるようだな。これがナイトのバザーカーか。で、おすす魔め術のが力、これ見てか。みたい。氷の魔術と火の魔術か。氷漬けにしちゃうんだから。氷おすすめだったね。豪華で全てを焼き尽くす。あ、なんか火がなんか心惹かれる支援なな。ら私に任せて。弓。精霊は私の願いを聞いて。ああ、弓も捨てがたい。自然の恵みは全ての命に。弓からプリスト？マジで？弓持たないんだ。闇夜に輝く刃、
影のごとく振りかざす。ね、忍者？見えない刃こそ最強の力となる。あ、こんちゃーす。で、海賊。伝説の宝物を見つけよう。魔導士で行こうかな。魔術の力、見てみたい？おすすめされたやつみたいな。あ、こんにちは。氷漬けにしちゃうんだから。おすすめされたジョブをちょっと見てみよう。ステージにブリザードを召喚して射程内の敵を連続攻撃する。魔法ダメージを与えて20%の減速が3秒持続する。ステージに氷隕石を放つ。魔法ダメージを与え、砕けた氷の中から氷の竜を召喚して敵を攻撃する。フロストワームの持続時間12秒。え、これ敵に当たると爆発する氷風玉を放ち、魔法ダメージを与え 15% 減速させ、4秒持続する。魔法結晶3個を使って氷結玉を合成するとダメージ範囲が倍増し、ダメージがなんかめんどくさそうだな。火豪華で全てを焼き尽くす。火絶え間なく燃え続ける情熱の持ち主で、炎で世界を飲み込む力を持っている。無数の火玉を連発し、前の広範囲の敵に魔法ダメージを与える。放つ期間中に自分の魔法防御が 30% 低下する。で、魔法結晶2個凝縮する。敵に当たると爆発する溶岩玉を放つ。魔法ダメージを与える。あ、こんちゃーす。今アトムンさんもね、同じのやってるんですよ。もう終わってるかな。3つの魔法結晶を使って大きな小さな星を送りました。ありがとうございます。大きな溶岩石を作る。ダメージ範囲が倍増する。ダメージが3倍になる。奥義フラッシュを放つと暴君効果を得る。暴君効果って何？過信ダメージは大幅上がり、6秒持続する。どうしよう。レンジャーも心惹かれんだよね。正面のなんだ、扇形エリアに若干の矢を発射し、ヒーリングチェーンを放し、周囲の味方を回復。ヒーラー色なんだ、レンジャー。精霊よ、私の願いを聞いて。これになると標的の場所に精霊の矢を放ち、広範囲の敵を13回攻撃する。あ、これなんか良さそうだな。で、かつ味方もなんか回復できる。でもおすすめでいこうかな。魔術の力、見てみたい？これで氷か炎か。あ、炎の方が良さそうだけど、これでもういっちゃうか。エリエデルドンで、これでスタートしちゃうか。
スキップできるけど、ちょっと見ていきましょうね。どうしたの、医者。お、姉様、なんだか風がざわめいた気がして。風が。気にしないで続けて。私、姉様の笛が大好きだから。ありがとう。あら、あれは。エレシア人よ。デジャブ。死んでいるの。さっきアトムンがやってた画面と同じだ。まだ少し息をしているわ。私は村に戻ってみんなを呼んでくる。イーシャはここで見守っていて。深い眠りの中、あなたは女神が想像した夢によって未来を知ることとなる。さあ、運命に選ばれし者よ。赤髪の冒険家と共に夢の果てに赴き、黒き力の後継者を打ち倒すのだ。エルモが入室しました。おー、あ、こんにちは、エルモさん。箱はもうすぐ暴走するかもしれない。さあ、行こう。行こう。バーチャルパッドをスライドして前に進みましょう。はーい、前へ。これ仲間なんだよね。で、進んで。エルモ気がついたゲーム、リリースされたんですよ。このまま進もう。そう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 。必ずエルンストを阻止するんだ。リリースされましたよ。今日のお昼リリース。消えて。おりゃあ。やばいやばいやばい、怖い。びっくり。ほう、アルマが見出した使いか。千年もの時が過ぎ去っても未だその意志が残るとは。やめるんだエルンソ。だがもう何もかも手遅れだ。神の力を超越したこの私には、あのアルマでさえかなうまい。お前一人が出てきたところで何ができるというのだ。箱の力は人間が制御できるようなものじゃない。箱が暴走すればこのカナン諸島も無事では済まないんだぞ。だぞ。さあ凡人よ、自らの愚行を恥じ対価を支払うがよい。エルモチ予想。ひざまずけ。おりゃあ。えい。ひざまずけ。えい。口ほどにもない。アルマに選ばれし者がこの程度か。時間の無駄だ。消え去るがいい。キャー、落ちていく。遠くの未来、あなたはエルンストと出会うことになる。その前に力を蓄えておく必要があるでしょう。カナンの地の未来はあなたに託されているのです。そうだったのか。エルミは割と倒せそうだったよね。目が覚めたんです ね割と倒せそうだったよね。夢の中で苦しんでいたようですけど、うん、大丈夫、安心してください。俺はレダ族の王者を務めるオードだ。言わないかい。手当てした。怪我は大丈夫そうですね。でも何日かはゆっくり休養する必要がありますよ。ボーナスゲームチャンス欲しい。ミニゲームを遊んでみんなでコインもらった。早速ここを出て行ってもらうぞ。あの、すみません、私のおじさまは悪い人ではないのです。ただ最近エレシアの方々とあまり関係が良くなくて。そうなんだ。あ、
疲れていますよね。まずはここでゆっくり休んでいってください。おやすみなさい。おやすみなさい。翼の民を求めて。さあここから冒険が始まります。あ、これタップしろって言うんでタップします。で、これえ新しい装備を獲得しま、どうやら怪我は感知したみたいだな。うん、レダ族のあの女の子に感謝しなくちゃ。私たちを助けたせいであの族長に怒られちゃったみたいだし。そうだな、しっかりお礼を言っておかないと。気をつけろ、ブロンズ級のホワイトシーラムだ。消えて。これ敵の攻撃範囲から逃げないといけないのに忘れてた。新しいカードを獲得しました。早速見に行きましょう。はい、タップするんですか。ここをタップして、ソウルカードはここから確認できます。はい、新しく獲得したソウルカードをタップしてください、はい、ソウルカードを装備しましょう。装備しましょう。ソウルカード装備完了。クエストを続けましょう。はい、赤い髪のエレシア人、すぐに姉様に教えなきゃ。驚かせてしまったかな。あれ、精霊碑が光った。アルマ様、どうか私たちに導きを。お、何事だ。かけらは10年が過ぎた今、このカナンの地で何が起こるというの。アルマ様、どうか我ら一族を最悪からお救いください。何があった。ごめんなさい、アドルさん、冒険者さん、後から事情は必ずお伝えします。絶対だよ。これから巫女として大事な使命がありますので失礼します。はいはい。オルハはゼーメの心境に霊力を注ぐため一人で東の森へと向かっていった。オルハのあの様子、レダ族にとって何か危険なことが起ころうとしているのかもしれない。森には魔獣の群れもいるわ。彼女一人で行かせるのは心配ね。魔獣もそうだが、オルハがつぶやいていた最悪という言葉も気になるな。とにかく真相を確かめないと。バトル吹雪よ、おりゃなんかまだスキルが発動されてる。いた、近づかないで。私がすぐに追い払うから急いで逃げて。ああ、単位から逃げない。いやアイスボルト倒せた。大丈夫か。誰だ誰だ。待て、イーシャが傷ついたらどうする。おじさま、彼らはイーシャを救ってくれたのです。先ほどの魔獣などレダ族の戦士であればたやすい相手だ。それと不用意に村の者に近づくのは要せ。余計な争いごとの火種を持ち込むことになる。あ、ソードカードゲッチュ。装備ソウルカードはここで見れるって言った。あ、もう装備してる。で、これを選んだのか。すみません、おじさまが言っていることは気にしないでください。ほいほい。ああ、
族長の誤解は一時的なものだと思うから、そこまで気にしないで。いつかきっとエレシア人がみんな悪い人ではないと分かってくれる日が来るよ。そうだ、大事なことを忘れていました。私、今から精霊碑がある場所まで行かないといけないんです。はい、ついていく。それなら僕たちも一緒に行くよ。勝手に動いてる。精霊碑を触る。アルマ様、光の導きが我らレダ族の迷いを拭い去らんことを。あ、また出てきた。アルマ様のお告げはまだぼんやりとしたままです。もう一つの精霊碑がある場所、風見の丘にも行く必要があります。ですが、あの地域に生息する魔獣はとても危険で。大丈夫、アドルはエレシア各地でとんでもない敵を相手に戦ってきた最強の剣士なんだ。アドルさん、そんなにも強いんですか？からかうのはよしてくれ。確かに剣でいろいろな敵と戦ってきたけど、僕は冒険家としてこの世界を旅してるんだから。あなたはオルハ、アドルと共にクアテラ樹海を西へと進んでいった。はい、オートで動いてますね。この先は獰猛な魔獣が徘徊している。オルハ様、レダ族の巫女であるあなたを行かせるわけにはいかないのです。クバルさん、お願いします。風見の丘に行き、アルマ様のお告げを聞く必要があるんです。オルハ様、ご両親の身に何があったか、あなたも覚えていらっしゃるはず。それはもちろん。レダ族の戦士クバルにより、風見の丘へと続く道が閉ざされてしまった。閉ざされちゃったん。別のとこ行く？オルハ、大丈夫かい？顔色が悪いようだけど、もしかしてさっきの両親の話。私の母は先代の巫女だったんです。私が一生をかけても追いつけないほどのとても優秀な。その母と父は10年前にこの地で起きた災厄によって命を落としました。そして未熟な私が新たな巫女として後を継ぐことになったんです。大変だったね。ふさわしいプレゼントを探す。確かあの日意識が朦朧としている。ここをタップして会話をしましょう。はい、タップ。父さんがエレシア人の町で笛を買ってきてくれたの。見て、綺麗でしょ。ん、適切な言葉を選んでください。言葉を入れていく。オルハはそれを必要としている。あなたは優しい子だと思うから、その笛を送ってくれないかでいいのかな。そうだったんだ、ならこの笛をあげる。優しいね。優しすぎやろ。つまりこの笛をオルハに渡せばいいのね。送る。こんな素敵なもの本当にいただいていいのですか？カリパチャあげだけどね。はい。私落ち込んでばかりなのに、なんとお礼を言えばいいのか。はい、少しは良くなりました。この笛、あの風見の丘へ向かう方法見つかったかもしれません。本当に？これをつけよう。で、これを。
なんだ。ごめんなさいね。今日は食べ物を持っているの。エルモが入室しました。あ、おかえりなさい。毛を少しだけちょうだい。毛。安心して、痛みはないから。毛。これからレダ族に伝わる秘術で、相手からピッカードの姿に見えてしまう術を施します。ピッカードってさっきの。これで魔獣とクバルさんを避けて、風見の丘へ行くことができるはずです。そんな裏技が。この術の効果は。しばらくの間しか持ちません。風見の丘へ急ぎましょう。このピッカードたち、動きが妙。ピッカードは魔獣に襲われることもあります。当たらないように行けばいいんだよね。術の効果が切れたのか。すみません、私の術ではこのくらいの長さが精一杯なんです。アドルさん、もしこの先も秘術の力が必要でしたら、このレーフをお持ちください。それとこのレーフがあればピッカードの言葉も理解できるようになりますよ。新しいカードを獲得しました。早速見に行きましょう。はい、見に行こう。ソウルカードはここから確認できます。装着、装着、うまそう、装着で閉じる。なんだ、シルバー級の敵。俺はシルバー級以上の敵だな。注意しよう。そこはソウルスキルを使用して原石シールドを獲得できます。やばいやばいやばい、抜けれな い, 貫いて。どうやったらやろう。何これ。強敵に挑んで君の実力を証明するんだ。なんかよくわかんないけど勝てた。範囲から逃げたいのに、敵の範囲攻撃から逃げれなかったんだけど。称号を見に行きましょう。称号、称号をランクアップさせましょう。称号ランクアップ、ああ上がるね。条件達成、はい、この条件も達成しましたね。はい、称号をランクアップさせると基礎ステータスが増加しますよ。はい、また強くなりましたね。さらに冒険に行きましょう。はい、戻ります。アルマ様、どうかレダ族の行く末に希望の光を。これで全部ハマったんじゃない？ハマったね。よかった、心境が本来の力を取り戻したようです。心境が示す場所は。場所は？待て！おとん、おじ、おさんが。すごい、シルバー級の魔獣を倒すなんて。赤髪のエレシア人よ、誰が我々の聖地に来ることを許可したのだ。この方たちにそのようなことをおっしゃらないでください。彼らのおかげでここまでたどり着くことができたのです。オルハ、忘れたのか。遥か昔、アルマがどのようにこの世を去ったか、誰のせいでお主の両親が亡くなったのか。エレシアを恨んではいけない。彼らもアルマの民なのだから。母もアルマ様も同じ言葉を残したのです。オルハは王都の反対を押し切ると、アドルたちを連れて風見の丘から去っていった。レダ族の皆さん、アルマ様が私たちに導きを与えてくださいました。ゼーメの心境をご覧ください。なんだ、祈りの泉で何かが起こったのか。わかりません。ですが、もしかして。まさかハグレ竜が戻ってきたのか。怖いわ、またレダ族の犠牲が出てしまうんじゃ。とにかく外にいる村人に避難するよう呼びかけよう。呼びかける。新機能公開スキル、スキルシステムが解放されました。
はい、スキル戦闘の前にスキルをレベルアップさせましょう。はい、レベルアップさせるスキルを選択します、はい、ここをタップしてスキルをレベル新しいスキルを獲得しました。今すぐ試しましょう。今すぐ試すの？どうしたの？今村の外はとても危険なのよ。早く村に戻らないと。なんだ？何事ですか？イーシャンに触れた瞬間、恐ろしい幻影が脳裏に映し出された。そこにはオルハが重傷を負い約束された村の苔が広がっていた。姉様、何かあったの？姉様、何があったの？その私、姉様を探さなくちゃ。急展開だね。どこへ行っちゃったのかしら。そこで何をぼーっとしておる。もしはぐれ竜が来たら戦えるのか。イーシャが見当たらないわ。さっきイーシャに触れた時、恐ろしい光景が頭の中に浮かんだの。それで気づいたらイーシャは見当たらなくなっていて。裏にもいなかった。もしお主の言葉が本当なら、すぐにレダ族の戦士たちを差し向けねばならん。族長たちが出かけていったようだけど、何かあったのか。もしかしてイーシャはハグレ竜の出現を予知していたのか。アルマの末裔、レダ族の巫女か。早く医者を探そう。いずれにせよ、あの子一人で危険な場所に行かせるのはまずい。ちょっと待って。はい、魔獣の群れに遭遇する危険性はあるが、やるしかないな。何が起きたの？鏡に冒険か。アイスボルト、ヘイ。しっかり、大丈夫ですか？いけた？これくらいの怪我、なんでもない。それより、族長たちは？これか。やはり、俺の力ではかなわんのか。そこは通れないよ。ファイアボール消えて。この魔獣たちを仕留めなければ、村があの時の悲劇を繰り返すわけには。オード族長、ここは僕たちに任せてください。ダメだ、お主らだけでは勝てん。勝てないんじゃないか。ヘイ、ファイアボール。そこは通れない。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。それ炎よ。ファイアボール、アイスボルト。ヘイ、それそれ。やばい、 HP がない。てやー、炎よ。やばい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 、相手の攻撃範囲に入ってる。しよう。大丈夫？これぐらい平気さ。してたみたい。装着、装着、装着しよう。これはなんだ。これは
MMOR 独特の状態か。ね、メイン行けばいいのかな。アドル、イーシャを助けてくれたこと、レダ族の王者として礼を言わせてくれ。それとお主らへのこれまでの態度、すまなかった。はぐれ竜の殻はとても硬い。とどめを刺すにはエメル原石で作られたエメラスの武器が必要となる。例えばオルハが放った矢の矢尻がそうだ。ここに我がレダ族に伝わるエメラスの剣がある。これをお主らに託そう。一つ目の鍵はすでにその手にある。選ばれし者よ、カナン本島で次の鍵を見つけるのだ。鍵、結局鍵って何なんだ。アルマ様の声が聞こえたのですか。やはりあなたたちが予言にある選ばれし者なのですね。お願いします、どうかこのカナンのために残りの鍵を探していただけませんか。よし、引き受けよう。感謝する。この先はぐれ竜以上の敵に遭遇するかもしれん。何かあればすぐに俺に言ってくれ。今よりレダ族はお主たちの支えとなろう。マジか。アルマ様がおっしゃった鍵とは、おそらくレダ族に伝わる三本のエメラス剣のことです。あ、そういうことか。ゼーメの心境を使って残りの二本がどこにあるか見てみましょう。あら、ゼーメの心境が、そんな、確かにここに置いてあったのに。まさか誰かに盗まれたのか。そういえばはぐれ竜が現れた時、蝶のような虫のような何かが村に入り込んでくるのを見たような。オルハ、ゼーメの心境はきっと見つけてみせるよ。幸いこの諸島は大渦に取り囲まれていて、外界には持ち出せないだろうしね。お姉ちゃん、これぜひ受け取ってね。課金しろってきた。初回チャージ120円でレアソウルカードを得得でき、連続3日間無料で豪華商品を受けと。これなぁ、まあ欲しいっちゃ欲しいけど、30分以内チャージで、これ今しかできないってこと？どうしよう。これ欲しいな。でも続けるかどうかわかんないから、とりあえず保留にして後からでももらえるのかな。ちょっと悩ましいな。後からでももらえるといいけど、とりあえず閉じちゃおう。で、なんか手紙が来てる。受領、受領、フレンド、パートナー、運命の人と出会っていませんが、レベル38に到達したら結婚できる。お互いがフレンズ、2人ともパートナーがいない場合か。そうか。あ、装着で、これメインのこれか。オルハの物語を体験しに行きましょう。はい、このステージをクリアして祈願を解放しましょう。はい、侵入をタップしましょう。はい、このかすかな人力に頼るしかない。私は本当にレダ族の巫女として務めを果たすことができるのだろうか。これはスキップしてってもいいかな。うめ、変な縛りがあったね、ショウ。うん、なんかあったね。これはスキップしてて。オルハ、オルハ、あなたを待っています。お母様、
ちょっとこれはお前があの時ちょっと逃げ出していなければ、そうだ、ち違う。オルハは叫びながら姉様大丈夫よ。イーシャは再び眠りについたが、翌日オルハ、準備はできたか。おじさま、私全スキップできんのかな。あ、全スキップできた。で、今すぐ装着。ゲージが満タンになりました。エメラス家の力を使ってみましょう。おりゃー、それブリザード貫け。おりゃー、で、これでソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。ソウルシールドってこの獲物は目の前だ。丸っこいのになるんだけど、周囲の重圧にスキップ、もうこれはスキップしちゃう。で、閉じる。新機能、祈願。祈願すると豊富な得点が獲得できますよ。はい、祈願。星空に向かって祈ってみましょう。はい、祈願。ソウルカードゲット、戻る。祈願は毎日更新だけど、祈願回数は限られてるのか。で、装着装着。本当に行ってしまうの？うん、重要な使命があってね。これからカナン本島へ向かうの。あの、今言うのは少し遅いけど、助けてくれて、これ私が作った、ありがとう。戻ってきたらまた称号をランクアップしてペットをゲットしましょう。メモリー 1-2 を見に行きましょう。はい、続けて次のステージに挑戦しましょう。はい、早速見に行きましょう。はい、禁断の地、ダメ。これスキップしちゃうね。で、ゴー。おりゃー、そこは通れないぞ。禁断の地はこの近くに、ずっとの人力、それが私自身を召喚した。早く医者を探さないと。お願い、無事でいて。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。お手感が入荷しました。こんにちは。えい、テイヤー、爆発するよ。消えて、ファイヤーボール、ファイヤーボール、ファイヤーボール。勝手が分かってない。オルハの目の前に入り口が現れた。ここね、イーシャ、どこに。その時、オルハの頭の中で亡き母親の声がした。オルハ、行きなさい。イーシャを守ってあげて。あの時、このゲームハマりますか。私を助けようとしなければ。まだ始めたばっかりなんでわかんないですね。でもなんかそこそこ面白いような気がする。閉じる。装備、称号をランクアップしてペットをゲットしました。条件達成。はい、この条件も達成しましたね。はい、レベルアップ、クエスト完成。ペットを迎えに行きましょう。新たに獲得したペットを見てみましょう。ペット、選択できるの。スライム。モコタン、ちょっとやったのですが微妙でした。あ、そうですか。僕はスライムだ。飼い主の頭に乗って冒険したい。僕はピカ、ついていく前に何か食べさせて。こっちにしようかな。はぐれ竜が現れたところに、カナン本島へと続いている道は、行っちゃおう。それにしてもこの遺跡かなりボロボロよね。石材の風化具合から推測すると数百年、いや、もっと古い時代に建てられたのかもしれない。最近ね、結構いろいろなゲームやってるんですよ。
その中では結構面白い方だと思う。そんな大昔の人がこの建造物を建てたってこと？このろうそく、ずいぶん長い間取り替えられていないようだ。レダ族が信仰する。もうつけっぽしていこう。エピソード古道巡礼。ミトス参道は非常に危険です。どの道具を使用しますか？これを試してみましょう。設定完了。回復アイテムの設定はこれからも忘れないでくださいね。妙だな、あの魔獣の群れ、石の周りを囲んでいるように見える。貫いて貫いて。あ、オート機能でバトルもやってくれるんだ。うーん、石を拾う、石を拾う、手に入れた。この石、エメラス剣、リバルトと同じ材質なんだろうか。魔力の…あれ、何か文字が彫られているみたい。これは古代文明で使われていたルーン文字の一種だな。文字の意味は葬るだろうか。象形文字に分類される文字のようだけど、古代イース王国のものとかなり似ている。この地方と有翼人に何らかのつながりがあったのかもしれ。で、どこ行ったらいいんや。これか、青いし、開ける、開く様子はない。この扉、何かに反応しているみたいなのに開かないのね。ここを見てごらん。扉の上に小さなくぼみがある。さっき拾った。でもこれだけじゃ足りないようだ。よし、この周囲を探索してみよう。ここに宝箱があるぞ。こんな場所に宝箱？なんだか嫌な予感がするわ。モンスター出そうだよね。もちろん罠の可能性もあるけどね。だけど冒険家としてこれを見過ごすわけにはいかない。そこは通れないよ。いや、こっちは運が悪かったかも。大丈夫、この程度なら二人で対処できるさ。へい、あ、ちょっと待って、スキルが上げれる。レベルアップ。ね、消防課のボーナスするね。これで、これはこの宝箱は特殊な封印が施されているな。多分解除用の仕掛けがどこかにあると思うけど。多分。まったく、冒険家ってどうしてこんな無茶ばかりするのよ。大丈夫、この結果を見るとどうやら僕の推測で間違いなかったみたいだ。もう一つの魔法陣は君に任せた。はいはい。爪があったの。3つ目。どうするの？レダ族の村に戻って誰か助けを呼んだ方がいいんじゃない？そこまでする必要はない。この辺りで大きめの石を探してくれないか。その辺りに石がゴロゴロしているみたいだ。上の壊れた場所を見に行ってくれ。めっちゃ重そう。魔法陣を試してみてくれ。はい、いけたね。宝箱を開ける。これで文字が揃ったはずだ。扉に行って試してみよう。で、これをタップして、
し、文字を順番通りに。なんかナレーターがなくなっちゃった。三つの文字をつなげると、歴史を葬る場所。やばそうじゃん。ここが歴史を葬る場所っていうこと？遥か古よりアルマと我が一族はこの地で共存してきた。尻尾を持たぬ者たちは神の力を絶望し、黒い鍵を怪我した。すると漆黒の巨人が激流を起こし、燃える悪魔が大地を襲った。白き輝きは三つの鍵を作り出し、自らの命と引き換えに最悪を鎮めた。こうして神の時代は終わりを告げた。だが黒き災いはいつか再びこの地を襲うだろう。それにしても、なぜレダ族はこの遺跡を封印してしまった？わからないわ。でも壁画に描かれた伝説を。勝手に動いていく。へえ、俺以外にこんな場所に。赤毛のアドルに、そこの坊ちょうどいい。このハルバ、待ってくれ。どうした？アドル、ここは任せ。ブリザード。ヘイ、アイスボルト。貫いて。ファイヤーボール。爆発するよ。炎よ。こいつで仕留めてやる。吹雪よ。アイスボルト。避けてみな。ファイヤーボール。ボール。俺の名はガッシュ。あんたと同じ冒険家だ。たまに傭兵家業もやってるがな。どうなったんだ。ここを抜けると叶う本当のか。漂流者によって建てられた町もあるが、面倒ごとに巻き込まれたくないのならここで引き返した方がいい。なんだこのカウントダウン。あ、カウントダウンあれか。これか。調べる完了。どうやら同じ色の剣じゃないと反応しないようだ。他の出口を探そう。出口へ向かう。今のところね、面白いと思う。もう出た。いつの間にか出た。話が飛ぶね。辞書に装備試練。英雄アドル。アドルから話があるそうです。はい。ここ。段階目標を達して報酬を受け取りましょう。目標を全部達成すると SRA アドルが獲得できる。はい。ファッションシステムが公開されました。ファッションシステム、今すぐ確認。アバターを見に行きましょう。コンビ着用してみましょう。画面から退出してメインクエストを続けます。これか。他にないもんね。スキル、自力化、ボーナス重要。で、これはなんだ。可愛いペットを獲得しました。早速見てみましょう。早速ペットを出陣させてみましょう。出陣。どこへ閉じたらいいのかな。で、案内。装備試練に参加しましょう。装備試練に向かおう。簡単。こんな今自分の強さがどんなもん。あ、7000か。いけるか。一
人で行けるかな。じゃない、また別のやつだ。てやボヨンボヨンってのがかわいい。ファイアボール、そこは通れないよ。貫いて、消えて、爆発するよ。てや炎よ。私にこの技を使わせるとは想定外だ。今回は君たちの勝利としよう。勝ったらしい。うん、冒険団作成。冒険団に加入。報酬を受領。一章をクリアして受領。冒険団確認。おや？あ、当たった。これを装着。バッグの中身がこれ装着で称号。レベルアップ。ブロンズの上アイロンなんだ。でちょっと今迷子だなこれ行くべき。完了した。競技場。この勇者の武器っていうの気になるんだよね。これ行くか。メインクエストを遂行する。装備強化、メカ覚醒。メインクエストまだ終了できてないね。まだちょっと順番に行かないといけない感じかな。相手を選んで挑戦しましょう。はい、挑戦開始。そこは通れないよ。消えて、貫いて。 PVP なのかなこれ。挑戦成功。ここから退出しましょう。はい、装備。タップして購入しましょう。購入。買えるの？買えるか。20しかないから買えないよね。チャージ。現金チャージですね。冒険団に加入し、一括申し込み。なんか黒の防御手とかに入っちゃった。
勝手に入っちゃった。もういっか。これで終了。装置試練。リモージュの探検家から聞いた噂によると、この島には試練の扉と呼ばれる古代の遺跡が残っているらしい。見に行かない。標準困難チーム、まあこれなら一人でも行けるから標準で行こうか。ここは危険だ。これ以上近寄るな。彼は一人で入っていったようですが、大丈夫でしょうか。ファイアボールリザード。それ。アイスボルト。毎晩7時15分に軍団の宴が開始。ちょっとわかんないな。これ敵か、置物かと思った。おりゃーヘイブリザードアイスボルトテイヤたちがここまでたどり着けるとは思わなかった。ちょうどいい。腕試しさせてもらうぜ。さすがですか。ゴールド級。ファイアボール、アイスボルト。そこは通れないよ。おりゃー。せいやー。爆発するよ。それ、ファイアボール。やるじゃないか。これほどの相手は久しぶりだ。あんたほど腕の立つ相手は久しぶりだ。勝てた？ついてるのは鑑定。あ、細かい情報鑑定で、これでいいか。若干勝手がわからない感があるけど。工房をチェックしましょう。工房。ここから装備強化を利用できます。工房装備を変更しても強化レベルは引き継がれます。あ、そうなんだ。それはいいね。装備を強化しましょう。はい、もう一度強化してみましょう。はい、何これ、武器エフェクトを得得。あとグローブ強化、もう一回強化できるか。でもこの赤い方がレアなんだよね。で、もう上げる素材がなくなった。で、これを上げて装備
シル向こう装備シルこれちょっとパーティー組まないといけないから簡単な服で。ここは危険だ。これ以上近寄るな。彼は一人で入っていったようですが大丈夫でしょうか。吹雪貫いて。後ろに敵がいた。いやー爆発するよ。ファイヤーボール。ヘイファイヤーボール。それ、そこは通れないよ。おりゃオートにしとくとやっぱり動くの簡単だね。ブリザード消えて。ファイアボール。おりゃそこは通れないよ。アイスボルト消えて。ファイアボール。バトルもオートにしちゃうと簡単だけどちょっと面白みに欠けるかな。あんたたちがここまでたどり着けるとは思わなかった。ちょうどいい。腕試しさせてもらうぜ。ブリザード消えて。アイスボルト。こいつで仕留めてやる。腕前はなかなかのもの。だって本気で行くぜ。ファイアボール。ブリザード。アイスボルト。やるじゃねえか。これほどの相手は久しぶりだ。目かかくする。何か起きたのかさっぱりわからない。すごいです。さすがはアルマ様に選ばれたお方ですね。さてくレモンの塩入んない。バッグ、あ、これか。装着。そんなもん。あとなんだろう。あ、これを鑑定しろってことか。で、あとこれが装着。で、これも鑑定しろと。これで OK か。で、ソウルカード。で、これで治療。メカ覚醒。メカ覚醒。メカ覚醒に参加すると大量の経験値が得得できる。1日にで得得できる経験値の上限は定められている。メカ覚醒ダンジョン難易度は比較的低いのでシングル参加もできる。 OK。 シングル。見ろ、あそこに人造魔獣がたくさん現れた。リモージの住民たちのため。これオートでできるのかな。そこは通れないよ。アイスボルト。アイスボルト。ファイアボール。ファイアボール。炎よ。ヘイ、ね、チャッターここから開きます。消えて。ファイアボール。爆発するよ。吹雪よ。アイスボルト。炎よ。ていやー。おりゃー。ていやー。
炎よ。ふぶき貫いて、爆発するよ。わからん。ファイアボール貫いて、ブリザード、ファイアボール、ファイアボール貫いて、炎よ。そこ消滅モード突入。なんだ炎よ。貫いて、そこは通れないよ。炎よ。テイヤー、テイヤー、爆発するよ。消えて、ファイアボール。マニュアル、何が起きた？古代人が作った魔獣か。倒せるならいい研究材料になるかも。勝手になんか言ってるけどよくわかんない。さっきの続きか。そこは通れないよ。貫いて、アイスボルト、炎よ、炎よ、炎よ、テイヤー、吹雪、爆発するよ。消えて、テイヤー、爆発するよ、テイヤー、爆発するよ。それ、そこは通れないよ。消えて、爆発するよ。おりゃー、炎よ、吹雪よ、貫いて、ファイアボール、ファイアボール、そこは通れないよ。貫いて、炎よ、それ。そこは通れないよ。貫いて、ファイアボール、炎よ、炎よ、消えて、えい、爆発するよ。ブリザード、ファイアボール、それ、貫いて、テイヤー、リミット解除、攻撃開始。ブリザード、ファイアボール、炎よ、アイスボルト、爆発するよ。それ、吹雪よ。これで行けたのかな？戻って。なんだと？遺跡の魔獣が早く強い冒険家たちを探して。勝手に動いてるけど、何やってんだろう。メカ覚醒か。さっきの続きがまだ。ブリザード、アイスボルト貫いて、ファイアボール爆発するよ。炎よ、ファイアボール、そこは通れないよ。消えて、ファイアボール、ファイアボール、ブリザード、消えて、炎よ。おりゃー、えい、ファイアボール、そこは通れないよ。消えて、ファイアボール、炎よ。おりゃー、そこは通れないよ。消えて、ファイアボール、えい、炎よ。ブリザード、アイスボルト、そこは通れないよ。貫いて、ファイアボール、爆発するよ、爆発するよ、爆発するよ。吹雪よ、消えて、炎よ。ボリュームがでかすぎて、くさべる間がないって感じ。
貫いて、ブリザードファイアボール、消滅モード突入。ボス来た。貫いてファイアボール、吹雪よ爆発するよ、それえい、爆発するよ、それおりゃー、消えて吹雪よ。バッグが満杯です。紹介回収を試しましょう。え、なになになに、バッグが満杯です。紹介回収を、わー途中だよ、途中だよ。紹介回収、アイテムがない、どうしたらいいの。バッグいっぱいなんだけど。紹介回収、回収、これでかな。これで大丈夫かな。どうなった、これあそこの鉄の塊は何だ。村の大人たちから、続きだね、うん、そこは通れないよ、消えて貫いてファイアボール、炎よ爆発するよ、ファイアボール、それブリザード、アイスボルト爆発するよ、炎よブリザード、貫いてファイアボール、テイヤー、ブリザード、貫いて。ボリューム調整とかできないのかな。爆発するよ、えい、それ。あ、いらっしゃい。それ、それ、吹雪よ。今オートで戦闘してるんで、あれなんですけど、ね。ファイアボール。爆発するよ。ブリザード、消えて。ファイアボール。消えて、バトルしながら見れんのかな。炎よ、あ、見れた。貫いて、いらっしゃい。炎よブリザード、それファイアボール、貫いて、そこは通れないよ、爆発するよ。バトルしながら一応触れる。貫いて、炎よ、炎よブリザード、フォリアボール、フォリアーテイヤー、アイスボルト、テイヤー、それ爆発するよ、それ。スロット回復で、これで装着。うん、バトルしながら設定が触れるのはいいな。なんだと、遺跡の魔獣がリモージュに侵入しただと。早く強い冒険家たちを探してあいつらを倒さねばならん。これレベルアップさせるスキルを選択します。ここをタップしてスキルをレベルアップしましょう。で、これまだね、あ、止まってた。ちょっと待って、これでメカ覚醒まだ1回残ってんだ。
これ多分やりながら触れると思う。ブリザード貫いて、アイスボルト燃やし尽くす、爆発するよ、ファイヤーボール爆発するよ、えいそれテイヤー、こりゃブリザードアイスボルト爆発するよ、ファイヤーボール燃やし尽くす、アイスボルト吹雪よ、ファイヤーボール炎よ、こりゃ爆発するよ、アイスボルトブリザードフェニックス炎よ、テイヤー消えて、そこは通れないよ、爆発するよ、炎よ燃やし尽くす、貫いてファイアボールブリザード、あ、設定あった、あーでもボリューム調整がないな、消えてブリザード燃やし尽くす、爆発するよ、炎よ消えて、爆発するよ、炎よブリザード爆発するよ、消えてリミット解除、攻撃開始、吹雪よ炎よ貫いて、炎よ爆発するよ、音量調整がないから結構音量がでかくってなんか喋る間がないって感じですね、うん、でこれでこれ終了できるでしょ、でメインクエスト27か、どこ向かってんのこれ、ブリザードアイスボルト、アイスボルトフェニックス爆発するよ、この岩属性にソウルスキルを放つと岩属性に耐性を持たない敵に3倍のダメージを与えられます、次の戦闘に向かう、感じですね、吹雪よ貫いて、貫いて燃やし尽くす、爆発するよ、この地を束ねる者の支配地域に侵入すると岩属性が弱体状態になります、岩属性のソウルカードを使用して攻撃しましょう、え、どれか選べんの、全部もらえるの？どうなんだろう？全部もらえるのか。売れて。どうしたらいいんだ？ボーナス。お帰りなさい。いい車と待っていましたよ。今日の。オンラインボーナス、これは受け取りかがもらえる、やばい、もうちょっとで課金トラップにはまる、頑張って実力を上げていけば豪華報酬を受け取れるぞ、ぶっちゃけ
エントリーできないんだよね、時間帯的に。工房これを許可。また私は強くなったみたいね。ちょっとナルシスト。はい。ね。まだいけるか。ね、ソウルカードが。装備解放スロット。メモリーへ行きます。それか、この骸骨の戦士たち。スキップしちゃおう。貫いて、貫いて。いろんな場所を旅してきたけど、君のような勇敢な冒険家は初めて見たよ。君と一緒に冒険できてとても嬉しい。さっきソウルカードを手に入れたんだ。君にぴったりだと思うから、ぜひ持って行ってくれ。アイスボルト、燃やし尽くす。なんかながらで、オルハは地面にひざまずくと、ながらで他の作業ができるのはいいなってちょっと思う。私は必ずレダ族に誇りにされる巫女になります、お母様。でソウルカードを、スロットメモリーへ行きます。私は必ずレダ族の誇り。イーシャは先に戻りなさい。スキップ。そこは通れないよ。貫いて。アイスボルト、フェニックス、ファイアボール。イーシャ、どうか無事でいて。炎よ、テイヤー、ブリザード。アイスボルト、ファイアボール、爆発するよ。ソウルスキルをいいじゃん。アイスボルト、ムーサーベタ族の応援だ。もっと楽しませてよ。フェニックス、アイスボルト、ブリザード、炎よ、爆発するよ、爆発するよ。このおなじみの人力、禁断の…スキップ。閉じる。私は必ずレダ族の誇りにされる巫女になります、お母さん。推奨戦闘力はちょっと足りないね。
5ぐらいでいいかな。4か。おや？もう一回強化。でいいかな。でスキルも上げないと。こんなもんか。で冒険団かな。ボーナス受領表示寄付寄付寄付ガチ勢集まろうってガチ勢のとこ入っちゃった。まあいいか。ガチ勢のなんか団体に入ってしまったっぽいですけどどうしよう。そんなガチにできるかな。梅 W これであとはどこだ。これか。マニュアル重量肩書きキャプテンに、ね、ペットが重量ソウルカード重量重量重量あ一つずつゲットしたやつ重量はできるんだね。これで終了。あと赤ポチついてるとこないよね。なんか上のテロップのせいで赤ポチがあるかないかもわかんないんだけど。これでメイン行くか。リモージュ市民の皆さん、本日さらに2人の漁師が許可なく海に出て大津の犠牲となりました。あスキップしていいような気がする。誰もがスキップしちゃう。終わった第2章。ラーバさん、ラーバさんじゃないですか。アドル、お前さんに再会できて本当に良かった。あれ兄ちゃんが持ってるのってこの子はウルといってな、オード族長の息子なのじゃよ。集落を出て。ところでラーバさん、エメラス県について
何か知っていることはありますか？若干ストーリーを追わないとちょっと分かんなくなった時ある。エメラス剣、半年前わしが紹介に付き添って古代遺跡の発掘に携わった時、三つの剣について聞いた記憶が。それでもっと詳しく聞こうとしたのじゃが、なぜかブランチに止められ。ということはブランチさんが剣について何か知っている可能性がある。ブランチ様に会いたいなら酒場に行くといいよ。毎月この時期になるとブランチ様は酒場に薬を運んでるんだ。酒場へ行く。これスキップしてよさそう。吹雪アイスボルト。なぜか急にバトルが始まった。自動の集団に立てつくと。スキップ。リモージュの酒場で働いているリディアと言います。あのチンピラたちまでブランチ様を恐れるとはな。3年前になる。バスラム商会の招待として荷物を運んだ後、無数の魔獣に囲まれちまったんだ。本当なら俺たちはあの場所で死んでいた。その時タイに駆けつけたのがブランチ様だ。俺たちと一緒に最前線で戦い、魔獣の群れを一掃してく。バスラム商会の会長代理を務めるようになったのもその頃だ。ブランチ様が商会を率いるようになって大きな揉め事も起こらなくなった。一番尊敬する人は誰だと聞かれたら、以前はバスラム会長と答えていたが、あれ以来ブランチ様と答えるようになった。ブランチ様、薬持ってきました。とても貴重な薬で。人脈を通じて他の人の情報を聞きましょう。人脈。リディアが尊敬する人物ブランチをタップしましょう。はい、訪ねてみましょう。ブランチ様もローラさんもとても素晴らしい人よ。それなのにあんな苦労をされているなんて。ハーフなんだろう。ブランチ様が薬を買っているのはローラさんを治療するためなの。ベタ族と人間のハーフであるローラさんは生まれつき血の巡りが悪いみたいで、成人するまでは生きられないだろうって言われているの。それでブランチ様は高価な薬でローラさんを助けようとしているのよ。ローラさんのことを大切に思っているんだな。ええ、私ローラさんが羨ましい。だってブランチ様のような人が自分のために全てを投げ打ってくれているんだもの。そうだ、この町のことを知りたいならブランチ様を訪ねてみて。あの方に知らないことなんてないんだ。エメラス剣ですか。この町の住人でないことは分かりますが、あなたたちは何者ですか。なぜ剣のこと。私たちはある目的で3本のエメラス剣を探しています。剣について何か知っていることがあれば教えてもらえませんか。やばい、これ福袋がたまにチャラチャラチャラって出るんだけど、早いもん勝ちで毎回取り損ねる。エメラス剣は普通の人間には到底扱うことのできない代物です。力の足りないものであれば逆に不幸を招くことになる。そうですね、情報を提供する前にまずはあなたたちの実力を証明してもらいます。実力を証明する。グラナバリスに行く前に渓谷に漂う瘴気から身を守るための薬を準備する必要があります。あなたたちが薬の材料を収集することができれば剣に関する情報を提供してもいいでしょう。ん？これも買えって課金きたね。そんな1480円は今のとこ出すつもりはない。で、薬装着して、今すぐ装着して、で、デイビー？
デイリーミッションってやつが出てきた。バッグの中身がこれ、塩これなんだ。あ、やっぱり福袋をゲットできないんだよね。本は何？塩。オルファにあげる。この手紙が届いているのなら無事に港町にたどり着いたということですね。噂に聞いた通り、とても繁栄している町なのでしょうか。デートとかある？何デート？おじさまの息子ウルもその町にいます。お時間があればぜひ会いに行ってください。それと少しですが冒険に必要なものを送ります。これからもお体には十分気をつけてください、ね。間に合わない福袋。福袋絶対間に合わない。で、なんだっけ、食べ物、このアンパンをセットしかする仕方どうだったっけ。塩でいいのか。あとはまあいっか。で薬草取りに行く。まだ強化できる。この辺りには多くの魔獣がいるようだ。後ろでバトルが始まってた。終わってる間に後ろでバトルが始まるという。ちょっとびっくりした音に。今月の分は玄関に置いておく。毎日決まった時間に飲むんだよ。なんか同時並行でいろいろできるんだね。聞いたの、あの白銀の懐中時計を手放したって。あれはあなたの人生を取り戻すための唯一の手がかりなんでしょ。お願いだから私のためにそんなことをしないで。話が全然見えない。ノーラ、私が初めて島に来た時のことを覚えているかい。あの時二人はラブラブなのか。ひどい流行病を患っていた私を追い払おうとせず必死に看病してくれたのが君だった。今度は私が君を助ける番だ。うん、集めたやつを。素晴らしい。まさかこんなにも早く材料を集めてしまうとは。興味があるようでしたらぜひバスラム商会に加わっていただきたいものです。先にエメラス剣を探さなくてはいけないので、問題が片付いたらいつかきっと一緒にエルシア大陸へ行きましょう。そうですね。それと約束の情報です。あなたたちが探しているというエメラス剣、その一本はグラナバリスにありますよ。どこそれ。何事ですか。ブランチ様、私もどうかグラナバリスに行かせてください。グラナバリス開発の件ですか。まずは紹介の事務で参加登録を行う必要があるのですが、あなたの場合年齢が。ええ、先ほど事務の方にも言われました。16歳は応募資格を満たしていないからダメだって。16歳だったんだ。12歳くらいだと思ってた。紹介が行う全ての物事には規則があります。
条件を満たしていないのならお引き取りください。ブランチ様、お願いいたします。ブランチさん、リディアはまだ若いですが、酒場で働いていた経験もあります。料理も洗濯もしっかりとこなせます。彼女に参加する機会を与えてあげられませんか？もしこの島に生息する S 級ピッカードを捕まえることができれば、彼女を紹介の一員として迎え入れましょう。できなかった場合は代わりにあなたたち二人に紹介に加わっていただく。この条件でいかがでしょうか？なんかちょっと嫌な条件だな。S 級？それを捕まえるだなんて。それに失敗すればアドルさんたちの冒険を邪魔してしまうことに。どうですか、この挑戦受けますか？一択やん。はい、じゃあ引き受けよう。フベキュー、アイスボルト、アイスボルト、フェニックス、爆発するよ。これがS級？ん？ケーキで手なずけるとか？S級ピッカード、私の料理が好きなの？マジで？終わった？お見事、本当に捕まえてしまうとは。では約束通りバスラム商会に彼女を迎え入れましょう。お二人に問題がないようでしたら、リディアも加えて明日一緒にグラナバリスへ向かうことにします。はい、それで問題ありません。よかった、本当にどうもありがとう。ほらほらリディア、こんなところで泣かないで。だって嬉しくって。昨日お母さんが仕事中に体を痛めてしまって、しばらく家で休むことになったの。だから今は私しかお金を稼ぐ。でもこうしてバスラム商会に入れたわ。一生懸命働いて。こうしてアドルたちはリモージュの宿酒場で一晩。アドルさん、これ朝ごはんよ。早起きして作ってみたんだけど、どうかしら。わあ、美味しそう。朝ごはんって見えた。料理が上手なの。昨日の神代の花、実はもう一本積んでおいたんだ。お礼できるものはこれぐらいしかないけど、僕たちからの気持ちとして受け取ってくれ。送る花。わあ、素敵なお花、ありが。あなた酒場でリディアにちょっかいを出していた。どうしてあなたまでグラナバリスに行くのよ。聞き捨てならんな、ガキが。スキップしよう、スキップしよう。ね、これで終了、終了、終了。あー、まだもらえるまでポイントが足りない。ソウルカードの強化、2位のソウルカードを6まで強化する。6まで強化、これで OK。 あ、2個か、2個、6まで。これで OK なず。これでしょ。で、限定ストアで1個ガイアの石を購入する。ガイアの石を1個購入する。これでいいのか。で、覇者挑戦を3回クリア。レベルを満たせない。お、一歩遅かった。間に合わない。間に合わないよ。
あなたを連れて行きたい場所があります。どこなの？秘密です。知りたかったら私についてきて。タヤ招待。手をつなぐ。新規の茶屋。タップ。ここをタップするとお茶屋が開きます。茶屋。オルハをタップしてお話をしましょう。タップ。ここオルハがあなたにお話があるみたいですよ。はい、びっくりまあ、綺麗なお花。え、私にくれるのですか？タップして、タップして、お茶屋から出ましょう。はい、明かりがついたようです。明かりがついたようです。ミニ、オルハをタップしてください。はい、早速、ユー・カナンの大渦を巡る冒険に出かけましょう。若干ちょっとわかんないね。まあこんな感じかな。もうどんくらいやってる？もう2時間ぐらいやってるから、ちょっとひとまずこれで終了。うん、面白いかどうかっていうと、遅かった。